このツイーゴ様が相手をしてやろう。さあ始めようか。おいお前、俺の足を引っ張るなよな。ああ、そりゃこっちのセリフだって。大丈夫か？終わりにしよう。負けるわけにはいかないからな。妖精族の男と巨人族の少女のつながりが暮らしていた。そんな話が残っているんだ。人が魂を抜かれて抜け殻みたいになっちまう事件が起きてるんだよ。マジの出会っちまったにもかかわらず木の豚屋で出会ったあまりの町にいるらしい。元の騒動は収まっても、不穏な事件で聖騎士様は今日は都会に置いておったぞ。最近鳥のモンスターたちが村でいたずらし放題なのよ。誰か懲らしめてくれないかね。聖や悪行を果たし騎士が捕らえられている。興味深い